こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、事前届出と勧告について解説します。事前届出っていうのは中止区域とか監視区域とかで、まあ、契約締結をする場合の話なんですね。で、もう事前届出まだちょっと勉強できていないっていう方は、事前届出の概要っていうところをぜひ先にご覧いただければと思います。で、事前届出ってどういったものかっていうと、一定面積以上の大きな面積の土地取引をする場合っていうのは、契約当事者、売り主と買い主双方は知事に対して契約締結する前に予定対価の額とか土地の利用目的などを届け出てくださいねっていうような内容でしたよね。で、この届け出をしたら知事は何をするかっていうと、この予定対価の額、つまりこれ契約締結前の話なので、契約締結前に、まあ、どういった金額で土地取引をするのかを確認して、また購入した人はその土地どういった目的で使うのか、まあ、こういったことを確認するわけです。で、審査をするんですね。で、審査をしてこれであれば OK だなと、契約締結させても大丈夫だなっていうのであれば、勧告しない旨の通知をします。知事は当事者に対して勧告しませんよと、そのまま契約していいですよっていう通知をするんですね。そしたら契約当事者はそのまま契約をすることができます。一方で勧告される場合もあるんですね。つまり知事は当事者に対して勧告する場合があります。で、どういった勧告かっていうと、契約締結中止してくれませんかっていうような勧告をすることができるんですね。で、この勧告っていうのは土地利用審査会の意見を聞いた上で勧告するかどうかを決めるんですよ。で、勧告する場合はこれ6週間以内、つまりこの届け出がされた日から6週間以内に知事は当事者に対して勧告します。で、この6週間を過ぎたにもかかわらず勧告の通知もない、また勧告しない旨の通知もない、どちらもないっていうのであれば、もうこれは契約締結ができます。で、勧告された場合ですね、契約ちょっとやめてくれませんかって勧告された場合、当事者はその勧告に従うか従わないか決めるんですね。で、もし従わない、勧告に従わずに、まあ、契約締結しちゃったといった場合は公表されます。これは事前届出の内容だけじゃなくて、事後届出でも同じでしたよね。事後届出でも勧告されてそれに従わなかった場合は公表されます。つまり都道府県のホームページとかに公表されると載ったりするっていうことですね。ただし契約自体は有効です。これは事前届でも事後届でも同じです。契約自体は有効、勧告に従わなかったとしても契約は有効となります。一方で契約に従った場合、つまり勧告に従って契約しなかったと、そういった場合、知事は斡旋等の措置を講ずるよう努めなければなりません。これも事後届での内容と一緒なんですね。勧告に従って契約締結をしないわけだから、知事っていうのは処分する相手を見つけるよう努力してくださいねっていうような話です。これは事後届での時でも話した通り、義務ではないので、必ずしも知事が購入先を見つけなければいけないわけではないんですね。見つけるよう努力したらそれで OK だという話なので、まあ、ホームページ等とかにこういった土地があります、誰か買いませんかみたいな感じで載せたら、まあそれで OK みたいな感じになるわけですね。これが事前届での勧告の話になります。まあ、違いで言うとこの緑の部分ですね、まあ、事前届でっていうのは、まあ、契約締結前に行う話なので、まあ、これは当然ですよね。あと勧告しない旨の通知っていうのが事前届での場合はあるんですね。事後届での場合っていうのは勧告しませんよという通知はありませんので。あと勧告する期間っていうものが、事前届での場合は6週間以内なんですけども、事後届での場合っていうのは原則3週間なんですね。ただし正当な理由がある場合はプラス3週間延長できるので、合計して6週間っていう期間はあるんですけれども、それは例外なんですよね。事後届での場合は原則3週間、例外で6週間なので。一方で事前届でっていうのは6週間以内に勧告してくださいねっていうふうになっているので、まあ、この点が違うっていうことですね。あと勧告の内容についても、契約締結中止の勧告をすることができるんですよ。事後届での場合っていうのは契約中止の勧告ってこれできないんですよね。で、なぜかっていうと、もうすでに契約した後の話なんで、契約中止ってこれできないじゃないですか。もうすでにやっちゃってるわけだから契約を。
なのでそのような違いもあるので、まあ、この点も注意していただければと思います。まあ、この点そんなに理解するところはありませんので、まあ、そのまま頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。